はい、4月の23日日曜日、三郷オーストリッチファームのポニタンです。はい、本日は農場長もともちゃんもお休みなので、はい、一日ポニタンが牧場を守ります。はい、ということで朝の見回りに行ってみましょう。レッツゴー。はい、天気はよし、天気はすごくいいですね。今日も暑くなりそう。さあ、今日はお客さんは来ないので、お客さん入り口は開けなくていいという。風は強いですね。私は相変わらず強いな。さ、ちょっとさ、あれだよね、一人で撮るときさ、ちょっと大変じゃない？よし、開きました。よし、行くぞ。今日はシルバーさんもいないので、餌も水もダチョウの世話は全部お兄さんが一日かけてやります。ということで皆さん、周り、さあ朝の見回り行くぞ。さて、おはよう鈴葉ぴゃん。ダチョウの助はあっちに。まずは恒例の朝の卵回収からですね。はい、今日は朝おじいちゃんが取って置いておいてくれることもないので、僕が一つ一つ家族確認しつつ取っていくという形になります。はい、今んとこの卵はないですね。さて、今日はいい天気、ダチョウにとってもいい天気、とても過ごしやすい陽気なんじゃないですかね。はい、小さい屋根の方行きます。はい、ないですね。ほら、あんな感じで気持ちよさそうにじゃれ合っている子もいます。はい、おはよう。君はいつもズンズンしてるね。はい、おはよう。パクコちゃん、おはよう。パク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 歓迎してくれてるのかな。はい、卵はナイス。ダンスを披露してくれてる。ほら、踊ってくれた。風が強いな、今日ね、風に美しい羽がファサファサとはためいていますけれども、いい絵ですね。ありがとう。さあ行くぞ。よし、おはよう。みんなおはよう。
こんな目の前にいるにもかかわらず、再三チャレンジしてますね。ああ、今回未遂に終わったのかな？どうなんだろう。さあ、どうだったんだろう。とか言ってると、卵を見つけてしまうと。あ、2個ある、2個。見てください。卵が1個、2個。回収しましょうか。はい、回収します。どうやって止めてれば取れるんだ。あ、これいい、これ。よし、この角度なら取ってられる。届くかな。どうにかこれで届いてほしい。まずは近場から取っていきましょうか。ああ、もう落ちちゃったよ。めっちゃ汚れた。マジか。ちょっともうちょっと自転車の移動をして、ちょっと待ってよ。どうすれば固定できるかな。こんな感じ？頼む頼む。はい、取ります。頼むよ。やめてやめて、バケツをいじんないで。よし、1個ゲット。2つ目取りたいです。頼む、2つ目まで届かせてくれ。ちょ、若干届かない。え、ちょっと若干届かないんだけど、どうしよう。ここかな。ごめんね。
ちょっとだけ。あ、くそ。一瞬伸びろ。一瞬でいい。もうちょっと。よっしゃ。よかった。ちゃんと届いた。いや、届かない時もあってさ、なかなかにそれはめんどくせんだよな。よし。よし。オッケー。こっから先は卵はないと思うので、今日はこの2つ。よし。はい、ここは33番ですね。あれ、どっちも33番なんて分かってんだったら、あれか、ナンバーつける必要ないか。はい、33番が1個に、33番が2個ですね。はい。今日の朝の卵とぎは、はい、2個です。お騒がせしました。ありがとう。はい、こんな感じです。みんなおはよう。はーい。はい。あれですね。近々またダチョウの輸送があるので、こういった輸送ボックスをもう準備してます。朝の見回りが、新しいヒナが生まれたことによってちょっと長めになります。それに日曜日、今日みたいな一人勤務の時なんてすんごい長いですね。まあ、楽しいっちゃ楽しいんですけどね。まあ、誰かと喋っていられる方が楽ではありますよね。はい、ここにも卵はないと。はい、日向ぼっこしてます。よし。はい、最後になりますが、新生ヒナの様子を見ましょう。めっちゃテンパってるけど、みんなどうしたの？
箇所しか使わない。はい。あと、避難所の中なので、長靴を履き替えます。この間だけ換気扇をつけます。はい、現在の気温は 24.8 度。24.8 度、ちょっと低くない？はい、4月の23日、時刻は多分9時ごろ。あれ、24.8 度、湿度 15%、カラッカラですね。はい、現在は西の山陰というところで区画内で飼っています。はい、4月の23日、朝、昼、夕と3回に分けてヒナの観察をしています。それでは温度を測っていきます。おはよう。ヒーターのないところ 25.2 度、ヒーターのあるところ 28.7 度。 25.2 と 28.7、25.2 と 28.7。 はい、それではちょっとヒナの様子見てみましょう。おはよう。もう1日も経てばみんな活発に動いてますね。はい、中にはまだ眠い子もいるのかな。はい、そうですね、見えますかね、この黒い床に白い点々、これ糞なんですね。ちゃんと餌を食べてくれてる証拠ですね。はい、で、今日はちょっと足バンドをね、外さなきゃいけないので、ちょっとしばらく定点にします。しばらく定点での作業をお許しください。ごめんね。
足バンドを一匹ずつ取ってあげます。2匹取れたかな。この子も足バンド取っちゃいます。大丈夫よ、すぐに取ってあげるからね。大丈夫、大丈夫。よし、はい、これはどうかな。身もまだだね。ごめんね。そうね、足バンド取ってあげないといけないんだ。ごめんね、ひっくり返されるのやだね。ごめんね。はい、取れたよ。ね、あまり怖がらせないうちにパパッとやんないとね。足バンドをね最初につけていることで、その足の矯正というか、足の発育がねうまくいくようにやってるんですけど、ひなしゃに入って1日目はあれですけど、取ってあげるんですね。大丈夫？そこにいたの。1年前とは比べ物にならないぐらい早くこの作業ができるようになりました。慣れはすごいです。あとはドイツがついてる。君ついてる？ついてないね。ん？ついてる？ついてない。あ、あの子ついてる。君ついてるね。大丈夫大丈夫、ママだよ。はい、ママだよ。
全員分取れたかな。かわいい、かわいい。はい、餌はこのままでいいのかなと思います。量的にもね。早い早い。動きが早くてかわいい。もう多分バンドをつけた子はいないかな。この子どうだ。あ、いた。この子はそうです。ラストです。ごめんね。すぐ終わるよ。大丈夫？はい、おしまい。どうですか、皆さん。はい。さあ、ヒナの足輪も外れて、あとはお水をやっておしまいです。まだうまくお水は飲めないと思うんですけど、ちゃんと水分と餌を与えてすくすくと大きくなっていただきましょう。ごめんね。はい、お水だよ。キザミコロコロ泣いてます。元気になれ。元気にすくすく育つんだよ。はい、ということで4月の23日日曜日の朝の牧場巡りはこれにて終了します。皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。